今日もよろしくお願いします。曇ってますが張り切って潜水艦の新型次期新型潜水艦のなんていうんですかね、形ですが、今度はちょっと変わるみたいです。まあ、どう変わるかというと、外見が変わってくる。まだまだ11番艦の横流が収益していませんが、12番艦操流型最終型の進水式ももうじき行われるでしょう。なかなか情報としてはあまりありませんが、そういえば女子バレーを見ていたんですが、日韓戦、気づいたことに韓国選手アシックスのユニフォームを着ていました。いいのかなとふと思い今話しています。日本メーカーを使っているという認識があるのかないのか、まあ試合結果は見てないんですが、果たして選手のユニフォームを見ると、大体なんかこうメーカーが気になりますね。韓国選手